はい、ザ・ゲームチャンネル99です。今日ご紹介されているのは、こちら、Above and Below ですね。今日はこちらですね、中身をご紹介したいと思います。はい、これはAbove and Belowですね。実はですね、まあタイトルをご紹介するときちょっと半笑いになってしまったんですけども、実はちゃんと訳がありまして、コンポーネントのレビューなんですね。開封レビューでもなくて、ゲームのレビューでも実は私まだできないんですけども、コンポーネントレビューなんですね。と言いますのは、ちょっと中身が特殊なんで、まあ、ここは早くご紹介したいなと思って、中はまだ完全に分かってない状態で今回ご紹介しようと思います。で、このAbove and Belowですけども、作者の人はですね、最近ですと、アーティファクトインツを作られたりですね、ザ・エンシェントワールドを出されたりして、まあ、今年2、3ほどね、まあ、国内版の方も流通してるんですけども、それの新しいやつ、Above and Belowですね。まあ、これ私、キックスターターエディションで入手しました。まあ、いつものね、これ多分デザイナーさんとグラフィックデザイナーさんが同じ作者なんですけども、まあ、いつもの形で書いてて、Above and Belowなんで、まあ、上下へっていうことなんで、まあ、上側ね、こう地上の上側の方にデベロップしていくことと、こう地下ね、ここなんか怪しいやつがいるんですけども、地下の方にも、まあ、フォートですね、要塞とかを置いて発達していきましょうっていう割とオーソドックスなワーカープレイスメントになってるんですね。まあ、この後ね、ボードゲーム作るときに割とね、そういうオーソドックスなワーカープレイスメントにちょっとだけテイストを加えたようなやつを開発するの、これ得意な人なんですけども、今回もそうなってるんですね。で、その問題はちょっとしたっていうところなんですね。じゃあ、中を紹介します。はい、なんとなくね、セットアップしてみました。私もね、すみません、まだ完全にね、ゲーム把握できたわけじゃないので、まあ、なんとなくだと思ってください。この人のね、よくあるワーカープレイスメントタイプなんで、これが個人用ボード、これ人数分あるわけですけども、ここにね、原っぱのエリアのゾーンが3箇所あって、まあ、ここにね、自分の村人ね、これエンジェントワールドでも同じようなの見たと思いますけども、まあ、ここにキャラクターがいて、まあ、こいつがね、まあ、自分のワーカー状態になってるんで、こいつを使って、これが地上にね、立つ家ですね。これ地上と地下があるので、まあ、地上に立つ家みたいなのをこれを建てると、まあ、この辺の能力が使えるとか、これ地下があるので、この地面の下があるので、地下を立てると、まあ、こういったね、能力が入る。で、まあ、上と下がね、両方とも能力があるって形になってるので、まあ、自分のね、入手できたら、自分のボードの横に地上分と地下分っていうのを増やしていくという形のね、大体大まかなゲームになってるんですね。で、新しいね、ワーカーを得るために、こっちに共通のボードがありますけども、共通のボードで、ここに新しいワーカーがいるんで、まあ、こういうやつを雇ってみたり、このね、地下ね、とある条件でいろんなことが起きるので、まあ、この辺のボードの動きがあるっていうことになってるんですね。で、まあ、何がね、ごちゃごちゃ言ってて、私がまだ分かってないね、こう、珍しいしくレビューしてるかっていうと、このね、世界をね、探検するっていうエクスプロールっていうアクションが、これがこのゲームガンなんですね。いや、面白いんだと思うんです。多分ね、面白いと思うんですけど、そこガンになっていて、何かというと、これなんですね。これなんか変でしょ。ここにサイコロが1から6まで書いてあって、すげえ大きい数字が何百っていう数字がまで書いてあって、まあこれみんな違うんですね。すごい数字が書いてあるやつが山札いっぱい用意されてるんですよ。これが私実は困っていまして、冒険したら最後サイコロ振るんですよね。サイコロ振ったらこの数字がまあ確定しますよね。あと6個しかないんだから。確定したら、ここに本があるんですね。これね。エンカウンターブックって書いていて、もう察しのいい方はお分かりかと思いますけど、これゲームブックになってるんですね、実際はね。他のゲームだと、千夜一夜でね、アラビアンナイトとかこれに近いタイプなんですけど、まあ、あれの方がずっとこれる、ずっと分厚いんですけど、冒険してさっきの数字で書くと、要はゲームブックのチャプター番号が出てくるんですね。これがまあ、約50ページぐらいある。びっしりこう、英語が書かれているやつになっていて、で、冒険してチャプター番号が決まったら、この冒険のブックを、例えば私だと、177番でお願いしますってお願いして、左隣のプレイヤーに渡すんですよ。こうやって、お願いしますって渡すと、左隣のプレイヤーが、じゃあ177番に開けて、まあ、情景を読むわけですよね。まあ、恐ろしく暗いところに行って、周りのところからほにゃほにゃほがあるのっていうのはなんか感じ取れるみたいなことをここに書いてあるんですね。で、この情景文を読み上げた後、君が取れるアクションは A と B と C があるからどれを選ぶんだいっていうのを選べっていうんですね。全然ここのボードゲームと急に関係ない世界が来て、ある情景がここの英語によって書かれているので、まあ、そこの説明を口頭で受けて、その場で。で、その後アクションがあるので選択しなさいと。で、そのアクションを選択した結果によって、さらに今度サイコロの判定があって、自分の能力がほにゃほにゃだったらとかね、例えばそこから逃げるっていうのをやっても、逃げる成功で、じゃあサイコロ振って逃げる度合いがどのぐらい成功したかっていうによって、何がもらえたり何がもらえなかったりっていうのが決まるっていう、いわゆるアドベンチャーブックにここ近いようになってて、もちろんただのアドベンチャーブックじゃないのが、その時の判定が自分のこのボードの能力によって若干差が出たり、サイコロによって差が出るっていうところあるので、ただのアドベンチャーブックよりは自分の能力によって依存するところもありそうなんですが、アクションだけを選択するのでも最初いいかなと思ったんですけども、その情景が書いてるわけですね。だからなんとかに襲われて崖のとこまで来てるけど君はどうするんだいみたいなこと言われるのと、走るか戦うか選べとか言われるだけだとちょっと困っちゃうんですよね。なのでそれなりにね、まあこのぐらいのね分量とかって1チャプターあたりこのぐらいなんですけど、この分量ぐらいの情景文ね、ちょっとした子供向け小説みたいなノリなんで、そんなに難しい単語あるわけではないですけども、こういう挿絵とセットで、あ、このことを読んでるんだなみたいなことを想像しながら喋れる、こっちだったらね、上のチャプターだったらっていうぐらいの能力が必要な、まあ子供に絵本を、まあ小学生ぐらいのちょっと絵本ぐらいをさささっと英語で読めるぐらいの能力がないと、雰囲気がまず全然出ないので、英語単語そのものはそんなにむちゃくちゃ難しいもの入っていなくて、千夜一夜はね、相当向こうの文化が分かってないと、辛い英語がガンガン入ってるんですけども、これはそんなに難しい英語が入ってるわけではないですけども、まあちょっとじゃあ今日例会で遊びましょうなんていうんで、ちょっと厳しいですね。少なくとも全員英語がある程度できて、私もちょっと厳しかったので、素読みすると、情景文とかそういうのってなかなか日本人普段目にしないものも多いので、まあ普通の小説ぐらい読めるよっていうぐらいの人の方がいいかもしれません。なので私これ今どうやってプレイしようかと悩んでるんですけど、まあ誰かが完全にマスター役になってもう1時間半ぐらいこれを読むだけの役しかしないよって、もう手元に辞書も置いてね、辞書引き引きとかやりながらでもマスターしかしないっていう人を設定すればまあ遊べるかな、まあ専任でこれだけすればね、こっちのゲームのことを考えていなければなんとか読めるかなと思うぐらいのレベルだったので、まあ、こういうコンポーネが入ってますんで、この方のねゲームね、アーティファクトインとかね、ザ・エンシェント・ワールドが国内に入っていて、まあなかなか面白いなと思って手を出される方もいらっしゃるかもしれませんけども、国内ショップさんが入った時に完全に日本語訳がね入ってればね、それめちゃくちゃお得だと思いますんで、これゲーム自体は面白そうなので、いろんな仕掛けがあって、飛びついてでも買えばいいと思いますけども、輸入屋なんかで買う時にはこういう最初ねブックって書いてあるんで、もうちょっとチャッチーもんかなと思ったんですけど、この完全にチャプターのイメージを読み上げてその後アクション選択しろなんていうの入ってると私もちょっと予想してなかったので、まあ50ページぐらいならさささっと読めるよっていうね、男気のある方でないとちょっと手を出すのにおすすめしにくい作品となっているのがこのアバンワンとビロでございました。ザ・ゲームギャラリーチャンネルでもね、お伝えしますけど、このデザイナーさんのね絵の感じね、この感じね結構好きなんですよね。この人のねこのキャラクターもね割と結構好きで、今回ちょっと割とシュッとした感じのデザインになってるんですけども、全体的に好きなんで何も考えずにあいつものこの人だと思ってさっと手を出しちゃったんですけども、まあ、こういった結果になってるんで、まあどうやってプレイするかとか思いながら、ね、ちょっと今じりじりと準備を進めてるとこですけども、まあこんな感じに仕上がってるので、いつもねこのゲームギャラリーのねこのチャンネルのところでは私がいいですよっていうゲームがね何かしらあるものをお届けしてるんですけど、これ危ないですよっていう今回の動画になっておりますので、もちろんね何をはるきゅうじきり飛んじゃ私は平気だよっていう方はね、ぜひプレイした感想を私の方で教えてください。私はちょっと今困ってますという動画でございました。はい、というわけでですね、珍しくですね、これ私、春99のですね、非常に手に入れたけど困ってるっていう動画でございました。まあ、このアババンのビロね、外人の方ね、特に英語ネイティブの方ね、全然いいよ、面白いよ、楽しいよっておっしゃるんだと思うんですけど、日本人の時、こういう時若干、悲しいですよね。私もね、もっともっと英語力があればね、さささっと翻訳するんですけどもね、なかなかそうはいかない時がありますよね。ということでね、このアババンのビロのご紹介でございました。ザ・ゲームチャンネルの春99でした。はい、今回の動画お楽しみいただけましたでしょうか。ザ・ゲームギャラリーチャンネルですね、様々なボードゲームに関する話題をお届けしております。YouTube の方はですね、チャンネル登録の方をしていただけますと、私が動画の方を登録しますときにそれがですね、素早くお伝えできるようになっておりますので、ぜひチャンネル登録の方をお願いいたします。ザ・ゲームギャラリーチャンネルの春99でした。